どんぐり FM 問題、はい、間口ガセうなぎの寝床正解、はい、間口が狭く奥行きが長いことをある動物に例えて何というでしょう。うなぎの寝床正解。まあ常識的なクイズですよね、我々上級者にとっては。最近あのクイズノックの有名な山本さんとクイズしたんですよ。クイズ大会したんですよ。はいはい。で僕が200問ぐらいほぼ完全に覚えていって、うん、あと僕以外ももう一人完全に覚えて、で山本くんは神羅万象からクイズやりましょうとだけ言われて、はい、神羅万象から回答するっていう回だったんですけど。それ夏目さんは出るはずの200問を覚えてったの？そう。それで、うん、負けるんすよマジですごくない？すごいね。じゃあその山本さんの頭の中は何問ぐらい入ってんの？もうわかんないっすよね。うん、すごくない？だって僕たちはあれですよ、例えば火を死みたいなところでもピンポンと押してソラスター教、そうそう、すごいよく覚えてる。火を信仰する宗教はゾラスター教ですね。そうそう、うん、っていうレベルで覚えてても勝てないの意味わかんなくないそれさ、200問の中で勝負してるけど、じゃあ今度10問とかだったらどうするんだろうね。それでも勝てないのかな。いや10問だともうあのガチャだと思いますよ。早押しガチみたいになるの？うん、基本全部やっぱ早押しがちなんですよ、うん、彼らって僕が、あ、この問題だ、うん、分かった、押そう、ピンポンっていう今脳の指令系統だったんですけど、うん、分かる前に押してるんですよ。でなんでそれできたんですかって言ったら、この人の読み手の口と速さとなるほど、口の動き。そうで赤いぐらいで、うん、ピッて押されて、僕も分かったんですけど、押されて、今の赤いはレッドの何々だったら赤い何々、赤いで上がるのに赤いで下がったからそこには鍵括弧があるって。なるほど、そういうレベルなんだ。後ろに何が来るかを発音のイントネーションから読んでるんだ。で赤いで止まったら、うん、それ鍵括弧赤いで始まるのはこの問題のレベル感だと、赤い、丸い、大きい、うまいからこの名前がついたイチゴの品種は何でしょう。答えはアマオ、頭文字を取ってアマオ。それを赤いぐらいでもう押されたんですよね。勝ち目なくないそれ。いやでも5問選手で4問4問5問とかで負けました。おお、じゃあまあまあ接戦、いいとこまで行ったんだ。そう、そんなうなぎの寝床の話です。はい、今年もね、うなぎといえば松屋からうな丼が出たの知ってます僕もう書き起こされんの嫌ですよ待って、松屋からうな丼が出たの知ってますぐらいだとまだ大丈夫でしょ今僕早押しでもう先まで読んじゃったけど、うん、はい、ちょっと詳しくは言わないけど、もう、はい、これはただ松屋がそういった商品出したっていう情報を言ってるだけなんで僕らには何の責任もないわけですけどね。うん。夏目さんも食べたみたいですけど、どうでした今年は。いや僕はもう全然うなぎとかもう知識として知らないので見たり聞いたりちょっと僕あんまり寝床が狭いとこまで知ってんじゃねえかよ夏目さんこの間メッセかなんかでうな丼の写真送ってきましたよね僕に。それ僕じゃないです、僕じゃないです。あれ夏目さんでしたね。あれは僕はうなぎとか食べたことないですし、あと知ってます、うなぎって希少なのであんまりそういうね、もう食べるとかはちょっと僕は信じれないなっていう。まあ、夏目さんからのメッセのスクショを後で貼るわけですけど去年と同じぐらいやっぱ美味しかったですねはあ、うん一気に口が重くなったないやいや全然、あ、そうなんですね。そうなんですよ、うん、はいはい。すき家ってずっとうなぎありますよね。すき家もあるね、うん、吉野家もあるんだよね。でも松屋はこの時しか出さないの？松屋はねこの夏だけだね。すき家だけずっとあったようなイメージ。すき家も結構おいしいですよ。僕ちょっと吉野家がなんか苦手だったかな、味的には。はいはい、うん、いろいろ違うんですけどね、うん、松屋はうな丼ダブルがおすすめで、シングルだと860円ぐらいかな、うん、60円ぐらいかな。それをダブルに振ると1390円で、うん、高い。めちゃめちゃボリューム出てくるんですよ。それはねコスパ結構いいと思うんですよね。
なので美味しいうなぎをたくさん食べたい人は松屋マジでおすすめ。っていうのは去年も言いましたけどね。うなぎね。うん。なんか夏の食べ物なんですか？これは平賀源内に騙されてるわけじゃなくて。あ、平賀源内騙されてるでしょ、これは。いまだに。いまだに騙されてるでしょ。うなぎが売れない時期だからそういうキャンペーン打ったわけですもんね。うなぎね。はいはい。いや、でも美味しかったな。何そうなんですね。へえ、うなぎっていう食べ物があるんですね。なるほどね。あれ知らなかった？知らなかった。それ食べ物があることは。うん。はあ、そうなんだ。なすべさん、昨日の6時56分に、松屋のうなぎの写真僕に送ってきてますけど。それ、なるみさん、そういうな、フォトショー使うからな。そんなしょうもないフォトショー使い方しないってもん、ね。はいはい、なるほどね。僕もね、本当は食べてないんですけどね。うん、そうっすよね。うん、多分美味しいんじゃないかなっていうね、これはね、想像の話です。これは背景を説明しないと、なんで僕たちがこんなふわふわよくわかんないうなぎの話ばっかりしてるか、普通の人わかんないんじゃないですか。そうっすね。ちょっと説明してもらっていいですか、じゃあ。なるみさんが去年うなぎ美味しいなっていう記事を書いたんですよね。うん、どこかの媒体で。そうですね。で、そうしたら一部の方々からちょっとお叱りを受けまして、うん、今うなぎは減ってるから、あんまそういうね、食べたらいいよとか美味しいよとか言わない方がいいんじゃないかなっていう。でも僕もそう思うんですけど。僕もそう思いますね。うん。で、そういう風にちょっと怒られて、こんなんどうでもいいだろうみたいなのをなるみさんがね、去年のどんぐり FM で話したら。それ夏目さんじゃなかったっけ。いやいや、そうしたら、うん、ハテナの匿名でそれを書き起こされまして。はい。それちょっと後で貼っときますね。で、ちょっとそれ以来この番組ではうなぎってのは禁句になってますね。うん、そうそう、食べてはいけない動物として扱われてますね。崇められております。うん。で、それがこの1年経して満を持して、また松屋がやりやがったかけしからんみたいな。え、今年も書いたんですか、なるみさん。うん。堂々とうんっつった。いや、今年もうまかったよっていう記事書いたんですか。うん。それを怒られません？大丈夫ですか。本当だ。2020年もうまかったって書いてある。うん。今年は松屋グループの寿司松っていうお店監修らしいですね。なんか松屋最近ちょっとそういうのいろいろやりますよね。ね、とんかつ屋とかね、カレー屋とかやってるんだけど、ね、寿司屋もやってるらしいですね。へえ、うなぎね。まあ美味しいですよね。期間限定らしいので、うん、気づいたらなくなっちゃうんで。あ、でももう今年何にもないですね。今年何にも言われてないじゃないですか、今エゴさしたら。そうそう、まあ何もやらないというか知られてないんですよ。なのでね、この松屋で今うなぎ売ってるっていう情報はね、もうちょっと知られないといけない情報だと思うんでね、うんうん、ここでこう喋ってるわけですけども。なんか去年よりも、あれかな、みんな忙しいのかな。それどころじゃないでしょ、なんかね、今いろんな方向で検索しても、そんなに。そうなんですよ。そんなにもううなぎ、けしからん。絶滅危惧種どうこうよりも、ちょっと自分たちの状況がもういろいろ変わりすぎてさ。外出たら死ぬ生物になってますからね。そうなってるからもうね、だからあんま構ってらんないってなってんだろうね。へえ、面白い。うん、面白いですね。うん、世の中の状況ってのは変わるものですね。変わるものですね。まあでもさ、このいろいろとある事情がある中で、例えばなんだろう、川の水がきれいになるとかさ、うん、言われてますよね。パンダが繁殖したとかさ、中国の空気がきれい。そうそうそう、こうやって人の関心がどっか行ってるうちに動物だったらいい方向に行くんだろうね。なるほどね。うん、いやいや、うなぎの季節がやってまいりました。はい、ぜひね、期間限定なので7月中に言っといた方がいいんじゃないかな。うん、そうなんですね。うん、7月14スタートで多分8月の上旬ぐらいになくなっちゃうんじゃないですかね、去年の感じだと。うん、うん、なるほどね。毎年恒例のうなぎの話でした。